Hi everyone, how you doing? I'm Krista from Honolulu. 皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？クリスタルです。2024年6月13日現在で、トランジットのジュノンは乙女座にあります。それでですね、自分の記録も兼ねて、ちょっと乙女座ジュノンを、シンプルに説明させていただきたいと思います。ご興味のある方、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、ごめんなさい、ジュノンって言ってしまうんですけど、カタカナ言うとジュノーっていうのがわかりやすいでしょうか。小惑星のジュノーは、ローマ神話のね、結婚と家庭の、女神ジュノーにちなんで付けられた小惑星です。占星術においてジュノーはパートナーシップや結婚、女性の権利、平等、そしてね、信頼に関係しています。特に結婚生活や長期的な関係に、影響が見られるかと思います。クリスタルもね、ジュノーがその乙女座ではないんですけど、今キロンリターンを迎えてまして、それに、まあ、これ人それぞれなんですけど、すごくね、ジュノーがね関係してたんですよ。なので、まあ、本当にね、女性的エネルギー的にもね、やはりね、知っておいた方がいいんじゃないかなと思って、自分も気になったので、今日ね、これをね、取り上げようと思った次第です。はい、どのように相手と協力し、調和を保つかを象徴している小惑星になります。はい、乙女座にね、位置するジュノーのポジティブな影響からお伝えしていきましょう。はい、1、完璧主義と、細部へのこだわりが出てきます。乙女座っていうのはね、皆さんもご存知のように、乙女座さんの、性質が出やすいということですね。そのジュノーでもね、なのでね、パートナーシップにおいて完璧主義の傾向を示すかと思います。細部にまでね、注意を払い、関係を整えようとする姿勢が強いです。このためにね、パートナーシップにおいてね、細かい問題を、見逃さずにね、改善される力も持っていますよ、もちろん。はい、2、奉仕とサポート。乙女座さんっていうのはね、やはりね、ボランティア精神がすごくね、すごく精神が豊かで、そのね、精神を象徴する星座となっている傾向にあるかと思います。ジュノーがね、乙女座にある場合、パートナーに対してもう献身的でサポートを惜しまない姿勢が、他のね、例えばジュノー、クリスタルで言ったお羊座なんですけど、お羊座さんの、ジュノーは、自分のね、アイデンティティをすごくね、強くね、主張したいんですが、もうまさにね、これを読んでてね、違うなーって思います。はい。献身的でね、サポートを惜しまない姿勢が強調されがちです。相手のために尽くし、互いに支え合う関係を築くことに、すごくね、大切にします。はい。3番、批判と修正です。乙女座の影響で、ジュノーは批判的な目を持つことが、時々あります。完璧を追求するあまりね、パートナーに対して厳しくなりがちです。ただしね、この、批判はね、関係をより良くするための健全的なものであることももちろん多いです。はい。4番目、健康と実務的なアプローチ。乙女座さんはね、やっぱね、健康とかね、管理もすごくね、長けてますね。実務的なね、側面にも関連しています。ジュノーがね、乙女座にあると、関係性においてもね、健康や日常の実務を重視する傾向があって、例えばね、共に、パートナーでもね、健康的なライフスタイルを維持しようとするような、するようにね、具体的なね、行動とか計画を立ててくれたりします。羨ましい。はーい。じゃあね、今度ね、はい、乙女座のジュノーがネガティブな影響が出た場合、どんな感じなんでしょうか。はい、1番ね、過度な、完璧主義になるかもしれない。ジュノーがね、乙女座にあるとね、パートナーシップや人間関係において過度に完璧を求める傾向があります。この完璧主義が行き過ぎると、相手や自分に対してもね、厳しくなりすぎて、そしてね、もちろん自分だけじゃなくてね、関係性に緊張、要はちょっとね、ストレスをもたらす可能性があり得ます。はい、2、批判的な態度。乙女座さんはね、細部に注意を払う性質があるからね、それがね、ネガティブに出ちゃうとね、ちょっとね、パートナーの欠点やね、ミスをね、ちょっと指摘することに、過敏になるっていうか、ちょっとそっち気味になる可能性もゼロではないという感じです。
すべてではないですよ。このためね、パートナーに対して批判的な態度を取ることが多くなり、ちょっとね、関係性に摩擦が生じる可能性もあり得ます。まあでもね、これ今話してるの全部ね、相性ですからね。はい。それがね、ちょうどいい具合にね、プラスマイナスゼロでね、完璧にパーフェクトになる、パートナーさんもいるので、これをね、自分がそうだとしても、全部が当てはめるっていうより、それがどのように効いているかっていうふうに考えて、柔軟性を持って聞いてくださいね。はい、3番目、過剰な分析。乙女座さんはね、分析的な思考を持つ星座です。あー、もう羨ましい。それが行き過ぎると、パートナーシップにおいてね、過剰な分析や、なんかね、こう同じことをね、反復して、リピして考えちゃう。これね、これ結構多いんじゃないかな。乙女座さんじゃなくても女の子って行うことがあります。これによりね、関係の自然な流れが、阻害され、緊張やストレスが増加することもあり得ます。はい、そしてね、もうこれ美しい自己犠牲。はい、乙女座さんはね、やっぱりね、すごくね、すごくね、尽くすんですね。その精神が強い星座であるためにね、ジュノーが乙女座にあると、パートナーために本当にね、ちょっとね、バイト、その相性によってはね、やっぱ自分をすごくね、相手にね、注ぎすぎてね、ちょっとね、犠牲になりがちな人もいるかもしれない。しかしね、これがネガティブに出るとね、自己犠牲がね、過度になってね、自分のニーズや感情を無視する傾向になっちゃうんですよ。なんか本当に一途。最終的にはね、不満やね、不平をね、招くことになるんですよね。そしてね、5番目、対人関係のストレス、1対1の関係において、乙女座のジュノーは相手との関係に対する期待がね、すごい高いんですよ。まあ、できるからね。はい。期待通りにいかない場合にはね、それをね、ストレスに感じやすくなります。場合もある。これはパートナーシップにおいて、頻繁に対立や摩擦を起こすことの要因ともなるかもしれないっていう感じで言われてます。はい。乙女座にね、位置するジュノは結局ね、パートナーシップにおいてね、完璧主義や奉仕の精神、批判と修正、健康と実務的なアプローチを重視する傾向があります。いいね。この配置はね、関係をより良くするために細部にこだわり、先ほどもお伝えしましたけど、ごめんね、リピしちゃってて、自分のノートを、今日ね、ブログをアップしたんですけど、それに書いております。相手と協力して、問題を解決しようとする姿勢を強調します。しかしね、過度の、完璧主義や悲観的な態度、過剰な分析、自己犠牲、そして対人関係のストレスがネガティブな影響をもたらすことも、まあ、時々ある。これらの影響をね、緩和するにはね、まあ、完璧を求めすぎずにね、お互いの違いを受け入れる柔軟性を持つことが、とてもとても重要です。まあね、これね、今日は乙女座さんのジュノーを言いましたけど、まあ、みんなもう学びがあるんですよ。はい、でもね、クリスタルはこの乙女座さんのジュノーのがとても羨ましいでございます。本当にね、レイジンなんでね、といった感じで、もう本当にね、一般的なまとめっていうか、解説でしたが、だからこそ朝のね、星読みでもちょっとお伝えしているのがね、あのクリスタルライブでやると補足が足りないのでね、もしもクリスタルの、ライブをね、見に来てくれたりしてて、ジュノーって聞いて、これが目に留まった人は、興味があれば見て、なんか、ああ、なるほど、そういう意味だったんだ、クリスタルが言ってた意味は、みたいな感じでね、ちょっと分かっていただければいいかと思います。こちらね、もう本当に読みました、そのまま。はい、自分の今日、アメブロ2024年6月13日、に、今、ちょうどね、アップしてね、ついでにね、自分も、ライブ発信してるからね、朝のね、星読みが、下書きしたとしても、うまく説明できない時が多々あるのでね、喋りたいことがたくさんすぎて、ちょっとね、明日の予行演習も兼ねて、自分の頭を、整理整頓するためにも、読まさせていただきました。お付き合いありがとうございます。はい、じゃあね、また、違う、何かトピックをあげたいと思います。はい、Thank you for listening and thank you for watching everyone. Have a nice day. じゃあね、ありがとうございました。